ここ最近、いくつか界隈の炎上ってあったんですけど、最近の炎上の傾向をね、まず、火種があった時に、X でね、燃料を投下する人が多い。 これ、例えば、元々の加害者にとつる。被害状況を詳しく調べようとする。被害者の詳細情報を公開する。加害者がいかに悪いかまとめるとか。これが、例えば、炎上系アカウントなら、まだわかる。これは、あの、あくまで、メテオしてね。迷惑だなと思ってはいるけど、炎上系アカウントならまだわかるんだけど、 一般人がやるんすよ、これを。一般人が急に正義、まあ、になるんすよ。一番厄介だと思うの、これが。ここ最近の本当に炎上の傾向ってこれが多くて、まあ多分なんだけど、自己肯定感保てない人が増えてんじゃないかなって私は思ってて。私調べね。<laughs> だから、人を攻撃する、いいことをしてる風になる。これの気持ちよさに酔ってるっていう感じだと思うんだよね。 を裁くのはあななた,たちじゃないんですよわかりますちゃんともう法的に対応されてるから処置してる最中になぜって思うのねでこのリプでの過度な言及は加害なんすよ加害者に対して攻撃するのは正義ではないんすよそれもまた加害なんすよ これなんだよね。私が今日言いたいの。これ良くないと思うんだよね。この人たちになら何言ってもいいと思ってないっていう。発言内容によっては、あなたはもう加害者よって思います。悪いことしたから叩いてもいいみたいな風潮、本当に良くないなと思っていて、あれってネットリンチに近いと思ってんの。ちょっと言い方あれだけど、身内で言って だったらいいよインターネットとか、SNS とか、で、わざわざ本人に対して、傷つけるような言葉を言いに行ったりとか、蒸し返したりとか、炎上まとめとかであることないこと言っている。名誉毀損にもなるし、もうそもそも、営業妨害とかもあるし、誹謗中傷関係とかもあるし、インターネットの海に乗せてしまうっていうのは、本当に、 大丈夫ですかって思うのよリプ、DM、明らかに誰かわかるカラリプ。カラリプだったらオッケーって思ってる人も結構多いんだけどダメなのよ。特定で から誹謗中傷として情報開示請求の対象になりますからね固有名詞とか配信のリンクとかニュースの引用とかも含めてもしそれを入れないでカラーリップするぐらいだったらわざわざそれ投稿する必要あるっていう結局ネットの上で話すなって話よネットにわざわざ載せる必要あるせめてグループチャットくらいにしときなよっていうディスコードの身内のあれだけにしときなよって思うんだよねこれが私がもう今日一番言いたかったことなんよ